切りに行きます。赤番に切りました5番のスミレオナ、一旦下げます3番の藤井優吾。スミのラインが先頭から3番手、短期4番の坂本忠宏が切り替えて4番手、3番の藤井優吾は引いた位置は5番手、6番の東哲也はこの藤井ラインの3番手という形になって最後方です。ジャンの2センターから4コーナーカーブ、切った5番のスミレオナが先頭の位置、3番の藤井優吾が仕掛けていくか。ジャンの4コーナー5番手から仕掛けていきまして最終周回、前は5番のスミレオナが先行しました。スミの先行まくってくるのは3番の藤井優吾、マーク1番の引田、2コーナーからバックですが、ちょっと煽りを作っている2番の川引啓太、2コーナーからバックですが、それでもまくり切りました3番の藤井優吾。ぴったり追走1番の引田、この2人が抜け出しました。相手の2人が先頭2番手、まくられた5番のスミレオナは3番手、あとは後方から6番の東哲也、直線コースへ向いてくる愛知コンビ、番手から1番の引田が刺したか、引田か。練習してくれた。嬉しい。